それでは話せるカップニュースです。はい、広島話せるくん、元アナウンサー芸人ラフレクラン西村です。お願いします。さあ、オープン戦絶好調だった我らがカープ、2016年のシーズンが始まりました。最初に結果から言いますと、開幕カード3年連続で勝ち越しました、カープ。ありがとうございます。開幕当初はね、2013年以来外国人投手で、ジョンソンと非常にこう高騰はしたものの落としてしまったんですが、その後2000黒田投手エース、そして福井投手が見事、勝ち星を収めたということなんですね。で、この3連戦勝ち越して非常に収穫もあったんです。というのもこちら、まずは、先ほども言った今季チームで初勝利、そして、ご自身にとっても初勝利、この黒田投手がやっぱりこう2016年の勝ち星を、スタートさせたと。そしてですね、ルーキーの、西川選手がプロ初打席で初ヒットを放ったという、素晴らしいスリーベースを放った。さらにはルーキーのこれ中押し投手と呼びます、中押し投手がですね、初勝利を収めたと。でさらにもその投手陣、中継ぎから抑え、中崎が頼りになる投手陣ということでですね、初物尽くしだったという、めでたいスタートを切れたなということで。さあそしてですね、そんな中、野球中継で、3連戦見ていて、やっぱり開幕と同時に、選手たちもこうふわふわしているのか落ち着いているのか、この中継する側もちょっとふわふわしていたなという面があって、黒田投手を紹介するときにあれと思ったことがありました。こちら背番号15番黒田博樹、1999年から509試合193勝176勝っていう、勝ちすぎじゃないっていう気持ちが、369勝してるから、一気に迷宮か、もうやめていいと思いました。でもこれでもまだ金田投手は勝てないなと、400勝には勝てないなと思いながら、さあそんな中で、今回僕がですね、今シーズン注目していただきたいのがこちら、背番号49番天谷総一郎選手という、33歳でもうベテランに、なりました。天谷選手を一言で言うと、皆さん多分こう言うと思います、意外性ナンバーワンっていう、天谷さんなんですけども、どこが意外なのかと言いますと、例えばですね、皆さんも記憶に新しいホームランボールをキャッチしたなんてシーンがありました。ライトのフェンス際の球をですね取って、そしてご自身が子供のように喜んでいる姿は今でも記憶に新しい。さらには1試合に6盗塁を記録したこともあると。そうなんです、走ってもし守ってもし、で好きなお寿司はという問いに対してメネギという答えると。渋い、意外性あるね、はい、意外性があるという。ただこのホームランボールキャッチですね、オープン戦でですね、その再来かというシーンがあったんですよ。その引退された松中さんの打球をこうバーンと上がったのを、これも再来かってこと、大きな飛球をフェンスに登ったら定位置にボールが落ちちゃったって、そこもまだ意外性そういうプレーもやっちゃうよという、味しめちゃったという。そうなんですよ、そんな天谷選手なんですけど、非常にこう2軍生活も長くて、2008年以降ちょっとレギュラー定着してなかったんですが、今シーズン頭から、クルでこう活躍されているということで、若手の台頭もある中でこういったベテランの力も必要になってくる今シーズンのカープ、見ものだと思います。以上です。天谷選手ってことね、ここを見ろは。判定お願いします。広島、でもジョンソンもいいピッチングしましたね。いや、いいですね、はい、非常に。次はどこですか。次が、中日。あ、だから中日から、そうだ、そうです、中日と。なんかだから、でもなんかすごい、どこの局の、解説者の予想を見ても低いですよね、我々も。あ、確かに低い。我々ってちょっと一緒くたにしちゃいましたけど低いですよね、上でも4位ぐらいだったかな、はい、そうなんですよ。僕の予想はこれだった。石井さん、石井さんだもん。石井さん、え、ほんとちょっとそれより上だったら、石井さんちょっとね、なんかしてくださいね。でも5位6位はどっちでもっていう。いや失礼ですよ。二弱なんすか、そんな。確かに。いや、ただね、どこが、みんな、言い訳かもしれないですけど、結構いろんな人、1位から6位は結構わからないっていう話。セリーグ1位は、なんとなく1位まではいけないと思いますよね、中日と広島は、はい、やっぱ底力がないんで。これ一番言われたくない。おめでとう。そういうこと言うんですか。おめでとう。おめでとう。まだ始まったばかりで、今シーズンここを見ろって言ってんのに、
1位はもう無理だと。できれば今の言葉は俺じゃなくて選手に言ってほしい。諦めるな、諦めるな、早いです。え、だって3位まで入ればいいんですから。そうですね、そうだ、失礼。大村さん何位だと思いますか、逆に。中日ですか、はい、中日は最下位じゃないですか。広島は俺は全然行きそうな、そうな、うん、やっぱり行ってほしいっていうのがあるんです、うん、わありがたい。中日は本当どうでもいいんですよね、僕は。どうでもいいはないでしょ。やっぱり熱狂的なね、どうでも東海の人でしょ、大村さんだって。静岡で中日だけは本当ね、やられてるからさ、よく昔強くて。ああ、そうですね。だ今の弱いのがちょっと気持ちいいんですよね。アメちゃんは何位予想ですか。私も予想させてもらったんですけど、週刊ベースボールの方で、うん、はい、最下位です。なんでですか、理由は。あの特徴がない。特徴がない。アメさん、ちなみに広島は何位で予想した。5位です。理由は、理由なんですか。理由なんですか。投手陣がちょっと、あ、マイケンさんの抜けた穴と、もう大瀬良選手の、まあね、まあ、他に中日は何ででしたっけ。特徴最初に言ってくれよ。特徴と底力がない。何もできないよ。じゃあもう何もない。弱いよね。